待ってるよ、あそこで8番が。あそこで8番のおっさんが笑われて守って8番守って。高橋ドライフラワーしっかり。高橋ドライフラワードライフラワー、あれ大きい。まあ、誰奈良市の村奈良市の村だって、月指のマサ捻挫の俺月指のマサ気をつけて。サイタのベリザソリちゃん深爪おぎん好きなものマリあと何だっけ、何だっけ、ささくれ京子、娘のマーサ右ハゲ村井娘のマーサただの紹介じゃん、自己紹介。なるほど、熱くなってまいりました。玄之助も触ったことない仕草。さ動かないからそんな。だってやる気満々なんだもん、あの8番が。あの人はね、あの人だってタクト動けるみんな俺らより若いんだもん。ツッチーさんはやりたがってたから。メンタタクさん、タクさん、タクさん、起き上がるまで大天のタク大天のタクが大天のタク、あいつ、いいトス、金髪のみのみ、金髪のみ、まんまや、まんまやんけ。高橋の言うみたい、名字、氏名、氏名、俺はやってるね、みんな乗ってるね。背丈と格好が2人に似てる、あの2人、黒に。やっぱバレたいじゃん。ポニーテールしてる。二宮ちゃんもまだ得してて、ね、あれ一人でキャバ嬢に、キャバ嬢してる、キャバ嬢紛れ込んでますけど、何踏んでますか。え、高橋くん、そう、実は踏んでる。何しろいいんだ。ドライフラワーどうしてもいい、はい、こうどっちでもいいやつって適当に踏んどけ。ネチ調子悪い。あ、いい。あの人うまいのかな、分かんない。あれじゃない、うまいそうだ。うまいオーラ出してる。昔頑張ったんだよね。高校の時までね。頑張ってたけど、高校の時までやってました。高校時代頑張ってました。ノーボール。高校時代頑張ってなかった俺は何なの。お前は飛龍の学生だ。お前は定食屋の息子だ。定食屋の息子だ。とりあえず飛龍の制服着て。たくんさん、これあれでしょ、あの AU の新プランのアハモみたいなの着て。アハモでしょ、あれ。ありがとうに見えるけど。アグリエラーって書いてある。アグリナ懐かしいね。
最強の実験いつや。万円チャンネルみたいな。なんだっけ。なんかある。エビ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